ネット競馬ニュースフラッシュ、こんにちは。4月29日木曜日、馬事文化応援アイドル桜花の奇跡、一ノ瀬圭奈です。本日も重賞出走予定馬より調教推奨馬を挙げさせていただきます。題して圭奈の調教推奨馬。まずは今週4月28日水曜日の立冬見保の追い切り時計から確認していきましょう。まずは立冬から、私が見た時計ではシーンウッドは6波の80秒台を切ってくる子が今週もいて、6波の78秒台も引き続き出ています。馬場状態は良です。続いてハンドです。ハンドの馬場状態も良、4波の50秒台を切る子が今週もいませんでした。1番時計は4波の50秒4でした。続いてミホです。南ウッドも馬場状態が良、今週は5波の64秒台の早めの印象で、ハンマイル50秒台を切る子も出ています。最後にミホハンドです。ハンドの馬場状態は良、今週も50秒台を切る子はいませんでした。1番時計は4波の50秒9でした。良ければ参考にしてみてください。まずは土曜日、東京競馬場で行われる青馬賞より、1頭目は自ら動いていく活気、こちらモンテディオです。はい、一周前追い切りはシーウッドで6波の84秒3、ラスト1波論が11秒9を馬なりでマーク。自らハゲを取って動く前向きな走りで、馬なりで追われたリュムルージュを 2.6 秒追走して内から 0.4 秒先着しています。最終のハンドでもまっすぐと駆け上がり、2周続けて池添騎手がまたがられている点も心強いです。続きまして2投目は入念に乗り込み、こちらノースブリッジです。はい、最終追い切りは日本南ウッドで5波の64秒後、ラスト1波のが12秒15マーク。しまいにかけてフットワークが伸びやかになる走りを披露。昨年の12月ぶりの実戦ですが、先週しっかりと追われた内容を消化しておりますし、最終追い切りでの時計は馬なりで自己ベストをマーク。いい仕上がりと見ます。そして最後の一頭は高度計マーク、こちらワンダフルタウンです。はい、一周前追い切りはシーウッドで6波の78秒8、5波の63秒9、ラスト1波のが12秒4で自己ベストをマーク。高度計の多い週でしたが、シーウッドでは同世代の中で一番速い時計をマークできていました。今度も昨年11月ぶりの実戦ですが、時計は出ていますし、最終のハンドでも最後の抜け出し方は悪くなかったです。気になります。続きまして日曜日に阪神競馬場で行われる天皇賞春より、1頭目は体の使い方が素晴らしい、こちらウィーン・マリリンです。はい、最終追い切りは南ウッドで5波の69秒0、ラスト1波論が12秒55マーク。体全体を動かしたいように動かせるようなフットワークで、体調はかなり良さそうに映りました。さらに1周前も南ウッドで5波の67秒1、ラスト1波論が12秒0をマークし自己ベストを更新。レースでは仕掛けどころに注目したいです。続きまして2投目はさらに迫力増し、こちらディープボンドです。はい、1周前追い切りはシーウッドで6波の79秒1、ラスト1波のが11秒75マーク。馬体を大きく見せたフットワークになっているように思います。前走時と同じような追い切り内容を消化できており、引き続き好調キープかと思います。そして3投目は馬っぷりがいい、こちらオーソリティです。はい、1周前追い切りは南ウッドで7波の98秒2、6波の82秒5、ラスト1波論が12秒3をマーク。最後はステッキも入り、意欲的な内容でした。若干太いかなと思いましたが、講師のトモは非常にダイナミックでした。最終追い切りでもその迫力はしっかりとキープしたまま馬なりで駆け抜け、好印象です。最後に一ノ瀬がどうしてもコメントしたい2頭をご紹介いたします。こちらです。まず1頭目がオセアングレイト。1周前南ウッドでのラスト1波論に向けてのスピード感と伸びっぷりは圧巻でした。最終の動きも硬さがなく好印象です。そして最後の1頭がナムラドノバンです。1周前は下を出しつつ自己ベストをマーク。最終の動きからも元気は溢れているように感じました。体調が良さそうです。
ということで、今週もみんな無事に競馬を愛して楽しんでいきましょう。以上、ネット競馬ニュースフラッシュでした。